市民の皆様こんにちは。市長の永見和夫です。国立市では7月から新型コロナウイルスの新規患者数が増加傾向に転じ、中旬以降は1日で100名を超える爆発的な感染状況が続いております。7月の累計は1月で初めて2000名を超え、2239名となりました。この数は前月比で10倍近く、これまで最多だった今年2月の約 1.4 倍です。新規に患者となられた方は各年代にまんべんなくおられますが、特に20代が最も多く全体の2割を占めています。新規患者の急増に伴い、自宅で療養中の方が1000名を超える日が続いています。このような状況下において国立市では感染の拡大を抑えるため引き続きワクチン接種を実施しています。4回目接種を実施していますが、多くの方が対象となる3回目までの接種のうち1回目2回目の接種率は 80% 程度ですが、3回目の接種率は 70% に届いておりません。ワクチンを3回接種した人はしていない人よりも感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。もちろんワクチン接種は個人の判断によるものですが、より多くの方がワクチン接種をしていただけるよう、日中の接種に加え夜間接種も実施します。詳細は市ホームページに掲載しています。ぜひこの機会に接種をご検討ください。東京都では新型コロナを疑う症状がある20代の方に抗原検査キットを配布しています。希望される方は東京都の専用ホームページからお申し込みください。また自宅などで自主的に検査を行い、陽性と判明した方がオンラインで検査結果を申請し、医師が診断する東京都陽性者登録センターが設置されました。発熱外来や医療機関を介さずに発生届を保健所に提出し、東京都の自宅療養サポートセンターを通じた健康観察等のサポートを受けることができます。対象は当面20代で重症化リスクが少ない方です。登録の条件や方法など詳細は東京都ホームページをご覧ください。なお、登録できる医療用抗原検査キットは体外診断用や医療品として国に承認されたものに限ります。研究用は対象外です。承認状況は厚生労働省ホームページをご確認ください。医療機関への負担軽減のためにぜひご活用ください。また東京都の見解により、同居家族の方など濃厚接触の方が食料や日用品の買い出しに行くことは不要不急に当たらないこととされました。感染対策をした上で必要な食料等の調達をお願いします。今年の夏は暑さが特に厳しく、マスクの着用も熱中症対策を意識しながら場面に応じた適切な着脱が必要となります。あの時にこうしておいてよかったと思えるように、改めて一人一人が基本的な感染防止対策を徹底し、これ以上の感染の連鎖を抑えていきましょう。またいざという時の自宅療養に備えて食料品等の備蓄をしておきましょう。